重平は、平家物語における、平重平のなんと南焼き打ちに取材した、農学作品。東大寺、幸福寺など奈良の寺社を焼き払いぶっを殺戮した、己の罪深さにおののき、物的に落ちた身でありながら、ふっつの救いを求める重平の苦悩と号を描いた、修羅の王。成立は、室町時代、関税元宮美作と伝えられている。春、奈良の塔を見下ろす奈良坂。 諸国一見の旅草がけへ見物した後、山とも見物しようと奈良街道を南下して、奈良坂に至る。そこへ里の老人が来合わせ、名所の案内を頼む。老人はそれに応じ、眼下に見える寺社を教える。旅草が立ち去ろうとすると、老人は僧に茂平のエコーを頼み、傍らの桜の元に立つ傘外場の向こうへ消えてゆく。やがて里の男が現れ、 僧に問われて、茂平のことを語る。夜、茂平の戸ぶらいを引き受けた旅僧の前に、武者姿の茂平の霊が迷い出る。旅僧は、あなたが茂平の霊であるなら罪滅ぼしに過去を、語られよと頼む。茂平は一の谷の合戦で池取りにされ、鎌倉の頼朝のもとで捕虜となったこと、幸福寺総兵の強い要求により、鎌倉から引き渡され、 傷過半で斬首されることになった経緯を語る。傷側につき、さあ飽きられようという時、見物人の中から茂平に長く使えた、知事という従者が、かつての主の最後を見送ろうと人書きを書き分け、茂平の前に進み出た。茂平は、昔馴染みのお隣に喜び、できることなら、最後にフッツを拝みたいと頼んだところ、知事は、海中から、だ物を取り出して、 ひたたれの袖のくくり紐を解き、一旦を、ふっつの手にかけ、もう一旦をしげひらの手にかけて、念仏を唱えた。地舞台が、しげひらが猛襲を助けたまえやと歌い、しげひらの苦悩が、仏法に救われるかと思われたその時、しげひらの霊がにわに、真意の起こるぞやと立ち上がる。しげひらの霊に促され、旅想が眼下を見やると、東の空に東下が見える。あれは、 他国の戦の折に軍病が夜な夜な灯したかがり火だと、言うと重平は刀を取り、再び修羅道へと落ちていく。影響を4年に上演されたことが、伏見宮貞だふさ新能の関門日記に記されているが、それ以降500年以上も上演された記録がなく、廃曲となっていた。昭和58年12月、浅見正国により、復局された。は、脳に、 ゆかりの深い幸福寺での奉納上演を希望し、信仰のあった田川俊英幸福寺漢字に申し出ている。幸福寺をはじめとするなんとの寺社を焼き打ちした茂平を、してとする演目だけに、異論もあったが、田川は、恩親平等の精神から申し出を受け入れ、平成11年10月に上演が実現した。なお、上演に先立って法要が営まれ、茂平に、 大品殿平中上級光景安大古寺の開名が授けられた。ありがとうございます。